新シーズンはチームにとって非常に難しい状況になるだろう。今期の J1 リーグにおいては、J2 に降格するのは1チームのみだ。来期から J1、J3 の各カテゴリーのクラブ数が20に統一されるため、J1 から J2 へ降格するチームは再開のみで、J2 から J1 へはプレイオフの勝者を含む3チーム昇格できる。札幌は18分、浅野祐也の展開から試合は動く。 サイドチェンジに走り込んだ菅大輝が中へグラウンダーのパスを送ると、ルーカス・フェルナンデスがこれを残し、相手ゴールキーパーに当たったボールを小前義明が押し込んで、札幌が先制。31分、ルーカスが相手のトラップミスを奪い、前を走る浅野に展開。浅野がそのままボールを運び、追加点を奪った。前半だけで札幌は横浜 FC の3倍に当たる12本のシュートを放ち、 攻撃面において大きく上回った。横浜 FC は前半に比べるとシュートまで持っていける場面は増え、後半のアディショナルタイムにインドカボニフェイスが1点を返すも反撃はここまで。その後も横浜は猛攻を仕掛けたが、以降は札幌のゴールをこじ開けられなかった。試合は終了し、札幌は残留を決めた。